みなさんこんにちは、バレーボーカルユニットのアリサです。ボエです。ポイントです。そしてゲストの、はい、こんにちは、そのまるです。みんなで合わせて私たちがクローンガールズです。美味しい。普通の味しないね、ポテチの味。
あ、でも奥の方は普通のポテチ。普通のポテチで香りがちょっとエビの感じかも。確かにこう美味しいね。これは美味しい。これ美味しかった。いいかも。今のところ当たり。当たりでした。なんか味違いもあったよこれ。でいっぱいあったね。なんか海苔巻きみたいな。うんうん、そうそう。あ、そう。海苔巻きだけめっちゃ高かったよね。そうなんだ。なんか海苔巻きだけ49元でこれ25元みたいなそういう感じだった。海苔巻きは高い。これだけ人気なんかな。うん、多分これでも美味しい普通に。美味しかった。普通にジュース飲みたくない。じゃあジュース飲もうね。これあのね。かわいい。これこちら。なんかヤクルトみたいなあれだけど、これちょっと何なの？これ何味かもわかんない。何味？絶対イチゴだね。これそれはなんかピルクルみたいなヤクルト。タタタタタタタって。ほら。本当だ。これ何これ？LP33。なんか強そう。33。強HP みたいな。飲んでみたいと思います、はい、こんな時間にこんなに爆食いしていいの、うん、内緒だよ内緒頼んじゃった美味しい、ね、乾杯フライングモイチャカせーのモイチャカ美味しかったマジ普通にヤクルトこれ、うんうん、これな緑だけどめっちゃ普通にヤクルトめっちゃ美味しい。これも美味しい。いちご。ちょっと後味なんかある。なんかいる。うん。なんかいる。こっちもさっぱりする。これ普通のやつ。うん、これ普通のやつ。うん。あでも美味しいよこれ。うん。一番美味しい。全部当たりですね。うん。でもこれは当たりです。うん。こっちは当たりです。何飲もうって悩んだから、うん、こちら。これいい。飲みやすい。では次行きましょう。じゃあスパムと山田のっぽいやついく。これあこれこれ。マルが買ったやつ。マルはこれサワークリームが好きで、うん、で美味しそう。形が面白そうなの。ますよ。え？なんか面白い形してるよ。これ。あ本当だ。ね、あでも一緒かも。あ、ね、主流なの。くるくるでこっち。全然違うこっち。あサワークリームに。あ美味しそう。なんかあ可愛い。すごい。生ハム食べる。ちっちゃい。何でこれぐるぐるレンジ巻き。いただきます。当たり美味しい。当たり当たり、うんうん、これいくらだったかな。うん、うん、おいしい。美味しい。おいしい。これ美味しい。美味しいです。美味しい。勝手にこれ合いそうだな。もうそのすぐ開けていいよ。行っていいですかね。ちょっと行ってください。あのすみません。ビールは飲みながらで。ダイヤミル、これ普通のやつだけどなんかいろんなフレーバーあるよね。ぶどうとか。おいちゃかー。おいちゃかー。これ。今日疲れたけどね。みんないっぱい飲んで。もう普通につまみと飲んでるよこの人。うまい。おいしい。何が違うの台湾ビールって普通のと。わかんないんかい。わかんないんかい。味が違う。いやでも暑い国のはさっぱりしてるから飲みやすい。これいこう。うん、じゃあそれいこう。こちらさっきのとでも似てる形。うん、似てるかも。でも何味かは分かんない。でもね、ピークラッカーなんかコンソメとかが。でも豆分かんない。これ全然味が分からない。読めなかったので。姿勢はいいよ。相手はないけど。全然明るい。パワー。え？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 分かんないよねこれ。そういうのはもうあの愛情がない。愛情ね。おえ。やっぱり愛情。おお。これでもノーマルかも。虫の卵のやつ入った。なんだろう。近く。いただきます。おいしい。でも食感おいしくない。カリカリ、うん、あのパスタスナック。普通ね。確かにパスタスナックだ、うん、パスタスナックノーマル味ですね。この2つうまい。おいしい、うん、この辺おすすめです。このおつまみにどうぞ、うん、おすすめ。最後ですね。もう大物いきます。
マイモソマイモソ強そうなんよね。え、これが一番気になったやつ、一番気になったやつはこれだな。でもお菓子ゾーンに置いてあったんだよね、これ一応。あ、そうそう、うん、マイモソ見ていける、そういうこと、よし、頑張る、ボイちゃんの前でやろう。なんでだ、全然普通に受けたら香りいいですか、うん、いいですよ。何かがされている何かがされている、赤いよ、なんか赤くない、これ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとなんかあの大ボスかもしれません、皆さん結構すごい、これ何、おお、このビローンなんか、何それ、え、何何何、チューって出てきた、え、何それ、以上、ポイントのそのまるでした。